ビニルエーテルは吸入麻酔薬として用いられる化学物質。常温ではほぼ無色透明で揮発性の液体である。ジビニルエーテルとも言う。単独でも缶化重合するほか、強重合では化強剤として機能する。この物質の単理は非常に難しかったが、アルケンでもエーテルでもあるため理想的な麻酔薬であると考えられた。実際に使用法は簡単で、 特性も良好であったが、保管が難しいことと感毒性が疑われたことで使われなくなった。だが、この物質で培われた経験は、新しい麻酔薬を開発する際の下地となっている。1887年、センラーによって報告されたのが最初である。ラムソンの精油から得たジビニルスルフィドと酸化銀を反応させることで得られた。この物質は、 摂氏39度で沸騰し、硫黄を含まないことと、分子量の測定から、ビニールウェーテルと結論された。1899年、ノールとマタスは、モルホリンのメチル化に続く、ホフマン脱離による合成を試みたが、ごく少量しか合成できなかった。1925年、クレッチャー等は、工業的生産法の原型を開発した。これは2、に ジクロロジエチルエーテルと水酸化ナトリウムを加熱する方法で摂氏39度で沸騰する液体が得られた。だが、ヒバート等によって微妙に変更された方法では得られた物質は34摂氏35度で沸騰した。最終的に1929年メルクカンパニーにより摂氏28度で沸騰する物質が得られ特許が取られた。 現在、沸点は、摂氏28.3度とされており、メルクの方法により初めて純粋なビニルエーテルが、管理されたことになる。管理、同定される前にも、不法和エーテルは麻酔薬として、薬理学者の興味を集めていた。その一人、超音 CD リークは、ビニルエーテルは二つの麻酔薬、エチレン・ジエチルエーテルの利点を合わせ持つと推測した。麻酔用エチレンは、 多くの利点があったが、効力が低いために、全身麻酔では低酸素症に陥る危険があった。ジエチルエーテルは麻酔剤としては強力だが、嘔吐を引き起こすことが多い、麻酔からの回復が遅いなどの点で、エチレンに劣っていた。構造からの予測に基づき、リークは、ビニルエーテルを、吸入麻酔薬として用いることを検討した。当時純粋なものは合成されていなかったが、 彼は、バークレー大学の有機科学者にこの物質の合成を求めた。だが、その科学者等はこれを達成できず、プリンストン大学の科学者、ランドルフ・メジャーと WT ・ルイに助けを求めることになった。1930年に、プリンストン大学から得られたサンプルを用いて、彼と同僚の名、ユチェンはマウスで実験を行った。1933年、 アルバータ大学のサミュエル・ジェルファンとアービング・ベルは、ジェルファン自身に開放点滴法で麻酔を行うことで、人での試験を行った。だがリークによると、人への使用は1932年に、カリフォルニア大学の麻酔会、メアリー・バッチファードが、子宮的出術に用いたのが最初である。その後リークは、大学の事情で研究を続けられなくなったが、 他の研究者によって広く研究が行われた。利点もあったが、感毒性と、長期保存できないことにより使用できる場合は限られた。揮発性、可燃性、甘いエーテル臭のある液体である。水に不要だが、エタノールジエチルエーテル、油などの有機オオバイトは混和する。光や酸にさらされると、アセトアルデヒドに分解し、重合して、ガラス状固体となる。 他のエーテルのように、過酸化物も,も生成しやすい。このため、これらの反応の阻害剤として、ポリフェノールやアミンが含まれる。典型的には0.01%の N フェニル1ナフチルアミンが含まれ、微かな紫の傾向を与える。周素の4塩化炭素溶液を急速に脱色し、カマンガン酸、カリウム水溶液にも、急速に酸化される。 硫酸と反応して、アセトアルデヒドと黒いタール状樹脂になる。米国では、ビンテンという名で販売されていた。麻酔マスクが曇ることを防ぐため、1.5から5%のエタノールが混入されていた。通常の阻害剤は入っているが、製造者はできる限り早く使用すべきであるとしていた。導入は早いが、多少の興奮を引き起こす。少し咳き込むこともあり、 唾液の分泌が増加する。麻酔中に単連縮を起こすことがあるが、痙攣に至ることは珍しく、その場合も治療可能である。モルヒネマイナスアトロピンを全投薬しておくことでこれを防ぐことができる。麻酔からの回復は早いが、時折頭痛を起こすことがあり、ごく稀に吐き気を催すことがある。短い手術ならば、患者への危険は少ないが、 200ml 以上の麻酔薬を用いるような長い手術では肝、人毒性が問題になる。毒性を回避するため、ジエチルエーテルと1、4の割合で混ぜることで、ビンテンアネスセティックミクスチャーが作られた。VAM は、ジエチルエーテルより導入、回復が早く、長い手術でも比較的毒性が少なかった。だが、深い麻酔が必要な場合には、 ジエチルエーテルより劣っていた。ビニルエーテルは強力で安全域は広く、麻酔効果を得られる量と、致死量の比は、ジエチルエーテルの位置1、1.5に対し1、2.4である。だが、強力であることから、適切な機械が必要であり、簡便な麻酔法である、開放点滴法では、暖かいと蒸発量が増えること、長時間維持することが難しいことなどの問題があった。 全体的に見て、ビニルエーテルの利点は導入、回復時にあり、麻酔中には他の薬剤より制御が難しいものだった。そのため、ビニルエーテルで導入して、ジエチルエーテルで維持する、ということが行われた。さらに、毒性、価格などの問題により、歯科酸化など短い手術に適用されることが多く、 長い手術にはより優れた薬剤が用いられることが多かった。ありがとうございます。